実験大好き MNL です。本日ハムフェア2023東京ビッグサイトで開催されております会場の方に来まして、動画の方撮影させていただきました。まあ、今回はね、まず10時状況をご報告させていただきます。会場はこんな形ですね。人がたくさん入ってきております。まだまだね、外にも人がおられるような状況でした。まあ、大体落ち着くのにね、まあ、10時半から11時ぐらいまでね、時間かかるんじゃないかなと思うんですけどね。現状はこのような形、大入り状態でございました。で、メーカーさんのブースもね、ざっと回らせていただきました。回来てるんですけどね、やはり人を見ますとね、興奮してしまいますね。で、あとこちらの方、いつもお世話になっております AKC さん。10時から販売開始なんですけどね、どれぐらい人が並んでるんかなと思って、ちょっと見てみたんですけどね、こんな形ですね。ずらずらずらーっと並んでると。今年はちょっとね、多めに商品をね、ご用意いただいたとは聞いてはいたんですけどね、これは当日分は完売かなと。明日は明日でね、商品の方はね、残しておられるそうです。で、今からなんですけどね、ちょっと人の映り込み、今回は動画撮影の方規制されておりますので、映り込みをね、防ぐために9時半頃撮影させていただいております。関係者方々のね、ご協力どうもありがとうございます。まあ、結構ね、まだ設営中という感じもあります。中はね、お客さんは入っておりません。関係者だけですからね、非常に空いた感じです。まあ、こんな形ですけどね、まあ、各メーカーブースを建てられて宣伝されているような形でした。まあ、このぐらいのね、混み具合でしたらね、よく商品が見えるんですけどね、逆に言いますとね、人が少ないので活気がないと。見ててもね、なんかこうざわざわする感じがないんですけどね、まあ逆に人がおるからね、こういうリアル会場っていうのはね、楽しいんだなって思ってしまうような形です。まあ取り急ぎね、人がいない時に会場の雰囲気をね、ちょっとぼかしを入れさせていただいてはいるんですけどね、お伝えできればと思っております。まあ実際にね、各メーカーさん一応ね、触っていただくことにね、力を入れてるような感じですね。結構見ておりましてもね、実機複数台持参されているような感じです。まあこんな感じですからね、非常にまあゆっくり座ってね、各機械生で触っていけるんじゃないかなと思います。まあ最近ですね、ハムショップでも実機全機種置いてないことも多いですからね、結構こういうのはね、いい機会になるんじゃないかなと思います。まあブラブラね、歩いてはいるんですけどね、やはり皆さん設営の準備忙しいような感じを感じております。まあ現在9時半ですからね、まあ人が入る前はこんな形、会場の雰囲気だけでもね、知っていただければと思います。まあ実際ね、こうやって見ていきますとね、こっからはね、少しぼかしを抜かさせていただきます。ちょっと人のない映り込みは極力避けてほしいという依頼もありますので、まあガイドラインに基づきましてね、人の映り込んでないような状態でね、各商品じっくりとね、撮影させていただいております。まあ今年はね、アイコムさんのブースの方、新型のね、受信機とかもね、出ております。まあその辺はね、また後ほどご紹介できればと思います。あと、いつも話題になっておりますね、リニアアンプ、こちらの方もね、間もなく発売されるような感じでね、日程の方もね、立ってきてるような状況じゃないかなと思います。まあアイコムさんは実際ね、いろんな無線機っていうんですか、業務用の無線機とか、あとはライセンスフリーにもね、力入れておりますからね、アマチュア無線の機器以外にも、こういう無線 LAN とかね、衛星に関する通信のね、機器がね、多数展示されております。まあやっぱりこうやって見ますね、アイコムさんの強さをね、なかなか感じてしまいます。あと災害に対するね、まあ、貢献ということもね、いろいろと展示されておりました。あとこちらの方にありますのがね、まあ、実際にモービル機関係、まあ実機がね、複数台あるからじっくり触るにはいいんじゃないでしょうか。あとケントさんですけどね、噂の新型のね、ハンディ機展示されておりました。あとこちらの方ですね、トリオブランドの TS990 ちゃんと展示されておりました。限定3台のみ国内生産と聞いております。あと990890なのがね、展示されているような形です。あとライセンスね、フリー関係のね、無線機で、あとこちらの方はね、 JVC ブランドでポータブル電源もね、販売されておりますから、そちらの方も展示されておりました。あといろんなね、こういうやっぱりライセンス無人の無線機の方が最近機種が多いような形ですからね、各メーカーさん結構ね、展示されておりました。あと人気のね、 VTuber の方もね、しっかりと展示されているような形でした。で、あと八重さんのブースの方もね、こんな形ですね。
実機がね複数台机の上に展示されておりましてね、ゆっくり触ることができます。各説明員の方もね一通り教育を受けられているということですからね、わからないことがあれば近くのね説明員の方に聞いていただければね、使い方等をね教えていただけるんじゃないかなと思います。まあこんだけねゆっくり触れる機会というのもないと思います。あと圧電子さんの方はねこんな形でヘッドセットをね中心、あとはリニアアンプもね置かれておりました。あとこちらからはね9時半前後の会場内全体の雰囲気っていうのをね動画の方で撮影させていただきました。まあ各ねクラブブースいろいろとありました。で実際ね私の好きな中古機につきましてもね写真等はね撮影させていただいております。今年はちょっとね値段的にはだいぶ抑えられてきてるような感じですね。例年はねちょっと高めかなと思うブースが多いんですけどね、今年は安くしとるから買ってやーみたいな形でね、結構皆さんね撮影の方ご協力いただいたような感じなんですけどね、お値段もねはっきり言いましてかなりねお手頃価格のプライスに下がってきてるような感じですね。以前ですとねやはり夕方まで待たないと下がらないからっていうような流れだったと思うんですけどね、まあ今年は完璧にねもう午前中に行きましょうモードっていうんですかね、結構各ブースね価格を思い切って下げてるようなねトランシーバーが多数ありました。まあほんと皆さんね、まあ持ってくるのも大変なんですけどね、どう持って帰るのか、持って帰る荷物をね少なくしたいっていう気持ちもありますからね、例年よりはねお得なトランシーバーっていうのがね午前中にね売れていくんじゃないかなと思います。まあ私の方もね、まあ実際に取材させていただきながら、さあ今日の午後、明日とね、まあ各機械の売れ行き状況というのをね、ちょっと学習していこうかなと思うんですけどね、今年は結構売れ行きいいんじゃないかなとね、思ってるような形です。まあやっぱりジャンクにつきましてもね、本当のジャンクよりは、並品以上のジャンクが増えてきてますね。やはり売れなさそうなものは持ってくるよりも、売れそうなものを持ってきてね、さっさと、買いの荷物を減らしたいっていうような感じですからね、結構売れ筋商品皆さん選定されてるなと思いました。各ブースもねやはり売っていくら、まあ実際利益はねどう見てもそんなに上がらないとは思うんですけどね、やはり売買をすることによってね、まあ会場を盛り上げたいという気持ちの方が結構多いと思います。まあそういう意味合いではね会場内がね盛り上がってるような感じを受けました。まあ、とにかく最近はね、お手頃価格のトランシーバー多数あります。新型のね、まあ、トランシーバー1台に対してね、もう1台ぐらいね、当時を懐かしむようなね、無線機とかね、あればなかなかいいんじゃないかなと思います。あと、自作関係のね、販売されているようなアンテナっていうのもありましたね。まあ、そういう部分もね、結構面白いもんじゃないかなと思います。あと、こうやってフードコーナーもありますからね、食べ物にはね、困ることはないんじゃないかなと思います。まあ実際ね、各ブース、情報交換の場ということでね、いろんなね、パンフレット、ご自身のね、クラブも合うと思います。まあぜひともね、わからないことがあれば、各ブースに立ち寄って、聞けばね、結構皆さん親切に教えてくれると思います。ぜひともね、こういうリアル会場でのね、イベントを活かしましてね、今までわからなかったこと、知りたかった情報をね、情報収集していただければと思っております。また詳しい情報につきましてはね、また後ほど動画の方でね順次公開していきたいなと思っております。今回のね動画撮影にご協力いただきました関係者様、どうもありがとうございました。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。